こんにちは、ライムです。ということで、来週ギルドランキング、ギルドバトルが実装されるぞ。事前に仕様を確認して準備しておこう。はい、ということで今回はね、概要と仕様、それから攻略の考え方とか、そういったお話をしていこうかなと思います。これはまあ楽しみな方がいる反面、ちょっと気が重いなって方もいると思うんですけど、ちょっと、この辺ですね、改めてどんなものなのかお話ししていきます。開催期間は7月25日11時から7月31日の9時59分、なんで9時59分までなのかは分かりませんが、はい、っていうことだね。で、こちら一体何なのかっていうと、ギルドメンバーと協力してボスにダメージを与え、スコアを獲得しようということで、非常に簡単です。ギルドメンバーがボスに与えたダメージがそのまんまスコアになって、ギルド全体の総合スコアでランキング順位が決まっていくというものになってます。で、これランキングで入賞したりとかすると一体何がもらえるのかって話なんですけど、これはボスに与えたダメージ量とか特定の割合、例えば 50% 削ったよっていうグレード報酬があったりとか、あとボスを撃破するとギルドメンバー全員に報酬があります。その報酬何なのかっていうと、これだね。今回の新しく実装されたギルドメダルとかミスリル合金、こういったものが報酬として手に入るということになりますので、一応これに関してはランキングの上位に入らなくても撃破報酬とかグレード報酬、敵にダメージを与えて割合での報酬があるから、必ずしもなんか上位のね、強いギルドに入ってないと報酬がもらえないとか、交換所でね武器が交換できないとか、そういうわけではないです。ちゃんと頑張ってこのギルドバトルに参加してボスさえ倒せればとりあえず最低限はもらえるということなんで、この辺は一応ある程度の安心はできるかな。はい。で、今回のこのギルドバトル第1回については弱点がもう決まってて出てますね。これ土属性の魔法攻撃が弱点ということになります。まあこれは予想通りすぎたね。多分この最近のイベントの流れから言って土属性の魔法が怪しいよねって言ってたら、まあ、ヴィンセントのねホワイトドッグが追加され、そのヴィンセントのホワイトドッグが特攻武器扱いになるギルドランキングということになりますので、ランキングで報酬を獲得したいとかギルドに貢献したいという方は必ずヴィンセントのホワイトドッグは揃えた方がいいかなと。あとついでにケイローンだねは、育てるべきかなというところだね。はい。で、あと細かな仕様の話になっていくんですけど、このギルドバトルって無限に周回しなきゃいけないのとかね、考える方もいると思うんですけど、これはもう1日の制限があります。1日に1人3回までっていう制限なんで、そんなに時間はかかんないと思う。一戦かかっても多分3分くらいだと思うので、多分ね、わかんないけど、難易度高いところだったらもっとかかるのかな。でもまあ多分3分とか5分くらいになると思うんで、まあ、10分とか15分ぐらいになると思うんですよ、これに取られる時間って。なんでまあそんなにでもないと思う。うん。で、あとはこの挑戦回数を消費しない模擬戦というものもできるんで、練習とかね、自分の今のこの装備でこの難易度の敵に対してどれぐらいダメージが与えられるんだろうとかっていうのは模擬戦で確認していくっていう流れになりますね。うん。まあこだわる人はね、こだわるギルドとかこだわる人は一応模擬戦でそういったダメージとかを確認していくっていう作業が必要になるんで、こういうものが用意されてるってことだね。あとちなみにですけど、各難易度のボスごとに HP はギルド内で共有してるんで、例えば A さんっていう方が難易度3のボスを 50% 削ったっていう状態になると、他のギルドメンバー29人にもその残りの HP50%、 難易度3のボスの HP50% 削れた状態で残ってるっていう状態になるんで、残りその 50% を誰が削るかっていう感じになってくる、そういう立ち回りだね。で、あと撃破されたボス、難易度多分5個ぐらいあるのかなと思ってんだけど、
多分、あ、多分っていうか書いてあるんだけど、その難易度ごとにね、撃破されたボスについては次の日に復活します。ただ、それだと、例えばね、まあ、極端なこと言えば、ギルドメンバー5人だけで全てを倒しちゃった。次の日まで復活しないのってなってしまうと、結構無駄が大きいよね。そこはさすがにね、そういうわけではなくて。例えば、難易度5個まであるうちの4つ倒したんだけど、5個目は倒せませんでしたっていうんだったら、次の日、全て復活します。じゃなくて、全ての難易度のボスを全てメンバーがちゃんと倒しましたっていうと、その時点で即時復活するっていうことですね。はい。で、あとは専用のボーナスバフがかかる追加武装っていう新たな概念も今回実装されます。はい。追加武装って何なのっていうと、通常のパーティー編成に加えて追加武装っていうのは個人個人で設定できるようになると。で、この追加武装っていうのは、セットした武器に応じたポイントが加算されて、そのポイントで武装レベルが上がっていって特殊なバフがかかるっていう、このギルドバトル中のみにっていうものだね。一応この開発画面で見ると結構倍率高くて、物理攻撃力、物理アビリ力か、物理アビリ力アップとか、あと魔法アビリ力アッププラス 100% になってる、レベル2の時点で。なんでこれが相当戦況を左右してくると思う。で、これがですね、その開催ごとにピックアップされた武器の専用ボーナスが高く設定されていたりとかっていうことだね。多分今回の場合、あ、まあわかんないな、なんとも言えないけど、うん、一応まあそこら辺に関しては多分直近のガチャだね。少なくとも直近のガチャがピックアップされると思うんだよね。だから、今やってるティファの水着ガチャとか、ユフィとか、ルティアの水着ガチャ、あの辺の武器が多分ピックアップでポイント高く設定されてると思う。おそらく。そんな感じがしますね。で、一応ここまでが概要と主要という話になってきますが、ここからですね、ちょっと僕の考察が入ってきます。攻略と考え方っていうところで、まあ、うん、聞いてください。まあ、あくまで個人的な考え方なんで、まあ、他にもっといいやり方とか、効率いいやり方あるよって思う方いるかもしれませんが、まあ、僕も今回、すべてを話すつもりはないんですけど、そう、ここで話してしまうと、ちょっとどうなのかなと思って、その、結局、ギルドだから、僕一人じゃないからね、今までのほら、バトルランキングとか、ダンジョンランキングだったら、あくまで自分個人のね、やつだったけど、今回はギルドメンバー全員が関わってくるから、ちょっと動画に関してもどこまで話していいものかっていうところあるんだけど、まあ一応基本的な、まずこの動画で考え方とか話して、ちょっとギルドメンバーの許可を得てから、実際に実装されてからね、こういう攻略法でやってるよっていうのはちょっと相談してみないと、あれだよね、手の内完全に晒すようなものだもんな。ちょっと中には激おこなギルドメンもいるかもしれないので、ちょっとまあ触り程度のねお話をしていくと、まず、今回の追加武装ってなんでわざわざ今回実装したのかっていうと、これは例えばの話ね、結局特攻武器、今回であればヴィンセントのホワイトドッグが弱点ってなると、ホワイトドッグとケイローン装備してヴィンセントで、もうある程度の人ならもう貫突して、もうある程度もう大体同じようなダメージが出る。で、今回はバトルランキングとかと違って最大ダメージとかっていうスコアの算出方法じゃないんだよね。火ダメを抑えるとかじゃなくて、単純に倒したか倒せないかの話なので、ある程度まで水準いっちゃうとみんな一緒になっちゃうんだよね、結局。じゃあどこで差をつけるかっていうと、この追加武装でボーナスポイントで差をつけるしかないわけですよね、運営さんとしては。ってなるので、みんな同じにならないような措置としてこの追加武装を実装したってことだね。で、今回のこの追加武装の仕様として、もう明らかに有利なのは配下金勢の人、武器をもう全て持ってて、なおかつ今回はピックアップ武器だけじゃなくて強化状態、武器の凸とかね、凸状態、レベルの状態とか、それらも加味してポイントが付与されていくんで、結果やっぱ無課金よりも圧倒的に課金していっぱい武器
持ってて武器も育ってるっていう人が有利なんですよ。ポイントが高くなるので、その分火力も出たりとかね、いろんな恩恵を受けられるようになるということで、うん、まああと先ほども言った通りピックアップ武器は間違いなく直近ガチャ武器が最もポイント高そうなので、さっき言った水着ガチャとかね、うん、あと波乱とかその辺スレイトゥデイとかも多分ポイントは若干高そうな気がするんだけどね、になると思います。なんでもうこの時点でですね、今回のギルドランキングについてはなんならバトルランキングとかよりも明確な札束で殴り合うランキング戦っていう感じがするんだよね。もう廃課金ギルドが圧倒的に強いよね、最強だと思う。はい、であと、まあ、それとはまた別の話で撃破されたボスについては、まあ、先ほども言った通り次の日復活するわけだよね。しかし全て倒しても復活するっていう仕様なんですよ。これどういうことかっていうと、いかに少ない挑戦回数でそのボスを倒しきるかっていう、倒しきった上で復活させまくってまた倒すっていうこと、倒せば倒すほどそのスコアが上がっていくわけですから、要するにスコアも上がるし報酬ももらえる、撃破ボーナスがあるから、撃破報酬があるから、もうどれだけ倒しまくれるかってこと、少ない手数で。なんでそうだな、極端な話で言えば全ての武器揃ってる超火力が出るっていう方がねいたとする、その方が一番難易度低いところ、他のギルドメンバー、弱いギルドメンバーでも誰でも倒せるようなところを一番強い人がやっちゃうと無駄が多いんだよね。めちゃめちゃ無駄が多い、挑戦回数は決まっているんで。だったら一番弱い例えばギルメンが倒せない難易度もあるわけですよね。そこの倒せない難易度のところに強い人を派遣して強い人に倒してもらって、弱いギルメンは弱い難易度のところで一回で倒せるようなところでやってもらうっていうのが一番効率がいいわけだ。でそれを見極めるために模擬戦を繰り返してですね、ギルメンの戦力を把握する必要がある。でギルメンの戦力に合わせたね敵を決めて最適な立ち回りとその難易度を模索していくっていう作業になっていく。これが模擬戦と、まあ、今回のギルドランキングのまあ遊び方ってことになってくんかな。うん、なんでそれがあるから単純に廃課金勢がいっぱいいて何も考えずに、まあ、そういった例えば難易度一番低いところにとかやっちゃうとここで差がついてくるからね。なんで誰がどこの難易度に行くかとか、ここは A さんやってこっちは B さんと C さんねとかっていう、そういうまとめ役の方も相当重要になってくる。ここは2人で勝てるよねとか、ここはちょっと難易度高いから3人でぴったりぐらいだねとか、そういう把握指示が絶対的に必要になってくるんで、これはまあなかなかいいコンテンツなのかわかんないけど、うん、ただの廃課金ゲーだけじゃないっていうね、ちゃんとそういうことも必要になってくる、頭も使う必要があるよっていうところなので、まあどうなんだろうね、人によっては面白いかもしれないけど、ただね結構大変、これ口では言うのはこう簡単だけど、実際ねギルドメンバーそれぞれの生活もあるし、それぞれのプレイスタイルもあったりとかね、あとそのそもそもそんなめんどくせえことやってられるかよっていうその温度差みたいなものも当然出てくるだろうしね、あこれは結構難しいぞ、30人を本当にまとめ上げないと、ちゃんとランキングのね頂点になれないってこと。そうだからつまり今回のこのギルドランキングについては、いっぱい課金してちゃんとギルメンとコミュニケーション通れて、割り振り決められてちゃんとギルメンたちと協力体制ができたギルドが頂点になれるランキングってことだね。すごいわすごいわ、そういうことだね。でこっからまあ細かな戦術等がいろいろね出てくるんだろうけど、まあここから先はちょっとこの動画ではやめとくけど、まあそういうことだね、いろいろありそうね。まあまあまあこれまだ第1回だし、まだあくまでねこれ机上の空論でしかないんで、実際どんな感じなのかまだ何とも言えないけどね。はい、まあちょっと実際ね実装されてからお楽しみですが、であとあれもわかんない、
バトルランキングとかダンジョンランキングはグループごとにある程度ね、なんか振り分けられてたじゃないですか。なんだけど今回ギルドっていう単位になるからサーバー1個かもしんないね、これ全サーバーもうでギルドごとに競う感じになるのかな。だとしたら多分もう明確なハイカキンギルドを一つや二つくらい知っているので、まあそこのギルドさんが多分すごいんだろうなと思うけど、どうなんだろうね。ライムギルドも頑張りたいね。ライムギルドの名前ちなみにアルテマウェポンズって言うんですけど、アルテマウェポンズもそれなりには頑張りたいね。はい、まあそんな感じでしょうか。いずれにしても楽しみだね、第1回で。あとどれぐらい報酬がもらえるかっていうところもね、ちょっと楽しみにしたいなと思います。でまだ見てない方、悩んでる方いると思うんですけど、ギルド武器の全まとめ、どの武器を優先的に交換すべきかっていう動画もアップしてるんで、悩んでるという方いたらぜひそちらを見てほしいなと思います。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。